こんにちは、ルイカと申します。今回はコピペをした時に困らない罫線の引き方をご紹介いたします。表の中のあるセルに色や数式の設定をして、そのセルをコピーした時にこのように外側の罫線がコピーされてしまい、罫線を引き直すといったことはよくあるのではないかと思います。しかし罫線の引き方によってはコピーしても外側の太い線がコピーされないようにすることができます。他にも最終列をコピーして挿入すると出てくる太い線もこのように出ないようにすることができますし、行を増やすときも合計行の上の二重線が出てくるのを出ないようにすることができます。挿入だけでなく削除の場合も、最後の列を削除すると太線が消えてしまうところを消えないようにすることもできます。挿入や削除をすることが多い表で役立つテクニックだと思いますので、ぜひご覧くださいね。先に作り方を解説して、その後に詳しい仕組みを説明いたします。先ほどの左の表はよくある罫線の引き方で引いていて、表の範囲を選択してセルの初式設定を表示、罫線タブで細い線を内側に設定、太い線を外側に設定します。そして合計行の上の行を選択して下に二重線を引いています。よくある罫線の引き方ですね。一方で右の表は表の範囲を選択してセルの初式設定、まずは細い線で内側の罫線だけ設定します。次に合計行に二重線ですが、合計行の上の行の下罫線として二重線を引くのではなく、合計行の上罫線として二重線を引きます。合計行を選択してセルの初式設定、二重線を上の罫線に設定です。最後に外側の太線を引きますが、これは表のセルの外側の線としてではなく、表の周りの線として4箇所設定します。表の上のセルを選択して初式設定、下側を太線にします。表の右側のセルを選択して初式設定、左を太線にします。下側も同様に選択して上を太線、最後に左側を選択して右を太線です。これで完成です。見た目は両方とも同じですが、これでセルをコピペした時に違いが出てきます。このセルをコピペしてみますと、左の表では表の中に太線が出てしまい、外枠の線が細くなってしまいました。それに対して右の表ではコピペしても罫線は崩れません。縦方向でも試してみましょう。このセルを縦方向にコピーしますと、こちらでは内側の線が太くなり、合計行の上の二重線が細い線になってしまいましたが、右の表では色だけがコピーされて罫線はそのままです。列をコピーして挿入する場合も、左の表では内側に太い線ができますが、右の表では内側は細い線のままです。それぞれ最後の列を削除しても、左の表は外枠の太線が消えるのに対し、右の表は外の太線が残ったままです。合計の前の行をコピーして挿入する場合も、二重線が途中に出るのに対し、こちらでは最後の行の上だけですね。良い感じです。表の作り方をまとめますと、内側の罫線だけを先に設定する、合計行の上などに他と違う線がある場合は合計行の上罫線として設定する、最後に外枠を表に隣接する上下左右それぞれの罫線として設定するになります。作り方は以上ですが、ではなぜこのようになるのかを解説していきます。今回の内容は罫線の保存場所と罫線の優先順位がポイントになります。まず罫線の保存場所ですが、Excel の罫線はセルとセルの間に表示されていますが、実際はセルとセルの間に何か情報があるのではなく、それぞれのセルの上下左右の辺の情報として保存されています。一つのセルだけで見てみますと、先ほどの左の表では一つのセルの上下左右に罫線が設定されていたのに対し、右の表では対象のセルの
上のセルの下罫線、右のセルの左罫線、下のセルの上罫線、左のセルの右罫線として罫線が設定されていました。真ん中のセルだけに注目してみますと、左ではこのセルの上下左右に罫線が設定されていますが、右の方は真ん中のセルには罫線の情報は設定されていません。実際のセルが隣接している状態だとこのようにどちらも同じに見えますが、左のセルは上下左右に罫線が設定されているセルですので、コピーして貼り付けるとこのように罫線も貼り付きますが、右のこのセルには罫線の情報がありませんので、コピーして貼り付けても何も貼り付かないのです。このように一見同じに見えているセルでも、セルの内部的に持っている罫線の情報によりコピペをした時の挙動が変わってくるのです。もう一つの罫線の優先順位です。この2つは単純に一つのセルの外枠を設定していて、こちらは二重線、こちらは一番太い実線にしています。この状態の時に間の列を削除しますと、重なる部分の罫線が二重線になりました。これは左の方が優先されるということではなく、重なった時の優先順位が罫線ごとに設定されていて、優先順位の高い方が表示されるのです。一応こんな感じで1セルずつ下罫線として全種類の罫線を作り、下の方に各セルの上罫線として全種類の罫線を1行ずつ作り、間の行を削除して異なる罫線が重なった時にどの罫線がどの罫線より優先して表示されるかを確認しましたところ、基本的にこちらの数字が大きい方が優先的に表示されていました。例えば7番の通常の実線と13番の太い実線が重なった時は13番の太い方が表示され、13の太い実線と14の二重線の場合は二重線が表示されます。1番の罫線なしは一番優先度が低いので、どの罫線でも罫線なしと被ると罫線が表示されることになります。一部3番だけが4番5番よりも優先順位が高いという例外もありましたが、基本的に罫線が重なった場合は上より下、左より右にある方が表示されると覚えておけば良さそうです。色ごとに優先順位があるかどうかも調べてみました。罫線の種類は同じにして色だけ変えて行を削除して罫線を重ねていってみましたが、何色が何色より優先されるかいまいち規則性が分かりませんでした。もし罫線の色の優先順位をご存知の方がいらっしゃいましたら、コメント欄で教えていただけますと嬉しいです。ちなみに重なった時に優先順位が高い方が表示されますが、優先順位が低い方が上書きされたわけではありません。右のセルの左側は二重線が表示されていますが、内部的には太線のままですので、セルをコピペしますと左も太い線として貼り付けられます。列の挿入でセルを離してみてもちゃんと太線が復活します。この罫線の保存場所と優先順位を踏まえて最初の例を見てみますと、なぜコピペした時に違いが出るのかわかるようになります。どちらも同じに見えますが、左の表のこの黄色いセルはこのように左が太い線、上下と右が通常の線で設定されているセルになっています。この左が太くて他が通常の罫線のセルをコピーしますので、このような結果になるのです。このセルの右側は通常の線ですが、その隣のセルの左罫線は太い線ですので、優先順位的に太い罫線が表示されることになります。その隣も同様なので、表の中に左の太い罫線が表示されていくことになります。そして最後のセルは右側が通常の線ですので、コピーしたところだけ通常の太さで表示されてしまうのです。それに対して右の表の黄色のセルはこのように左の罫線がなく、上下と右が通常の罫線として設定されています。表の外枠の太線は表の中のセルの罫線としてではなく、表の周りのセルの罫線として設定されています。この左に罫線がないセルをコピーしますので、このようになります。
2番目のセルの左罫線は設定されていませんが、1番目のセルの右罫線が設定されていて、罫線なしとありなら罫線ありが優先のため、1番目のセルの右罫線が表示されているのです。その隣も同様で通常の線が表示され、そして最後のセルではコピーしたセルは右が通常の罫線なのですが、外側のセルの左罫線として太線が設定されているため、通常の線と太線が重なった結果、優先順位が高い太線が表示されることになります。内部的に持っているセルごとの罫線情報と罫線が表示される優先順位の違いにより、セルをコピーした時の挙動に違いが出てくるのです。罫線を引くときは、引こうとしているセルに対してその罫線がどのような意味かを考えると良いかもしれません。例えば明細行と合計行の間に二重線を引く場合、明細行の最後を選択して下線として二重線を引くことが多いですが、この行の下にさらに明細行が挿入された場合、この行は最後の明細行ではなくなってしまいます。もしかしたら最後という特別な行でなくなる可能性があるセルに、明細と合計を分ける特別な線をつけるのではなく、必ず合計行として存在する合計のセルの上罫線に明細と合計を分ける二重線を引いておくようにすれば、最終行をコピーしたとしても変わらず合計の上だけに二重線を表示させることができます。罫線は結構混乱するポイントが多く、こちらのセルは内部的には左罫線はないのですが、見た目は左に太線があるように表示されますし、セルの書式設定で見ても左が太線で設定されているようになっています。しかし実際には左線はありませんので、このセルをコピペしてみますと左に線がないセルが貼り付けられます。さらに混乱することに、この罫線の設定を開いてそのまま OK で閉じても左の罫線はない状態ですが、左以外の罫線を変更して OK を押しますと左が太線として設定されてしまいます。これをコピーして貼り付けると左が太い線として貼り付いてしまいました。どこか一部でも罫線を変更すると、変更していない他の線まで表示されている設定で上書きされてしまいます。ですので、表の周りを上下左右の4箇所で太線を設定したとしても、その後に内側の罫線を設定すると、内側のセルの外線として太い線が再設定されてしまうため、左の表と同じくコピペすると太い線がコピーされてしまいます。見た目では内部的にどのような罫線が設定されているか判別できませんので、もし訳がわからない状態になってしまったら、一度罫線を全てなしにして一から罫線を引き直した方が良いと思います。最後に今回の方法のデメリットもお伝えしておきます。例えば表全体を1行下げるために先頭行を選択して挿入をすると、このように上の罫線だけ残ってしまいます。この罫線は表の上として設定したのではなく、こちらのセルの下として設定していましたので残ってしまうのですね。列も先頭に列を挿入しますと残りますし、挿入だけでなく表全体を削除するような場合も、このように表の範囲だけ削除すると罫線が残ります。こちらのセルの下罫線とこちらのセルの上罫線ですね。表の位置が頻繁に変わる場合は面倒が増えるかもしれませんので、今回の方法は表全体よりも行や列の挿入削除が多い状況でお使いくださいね。ということで、コピペで困らない罫線の引き方でした。表の周りの4箇所に設定しなければならなかったり、順番にも注意が必要など手間がかかったりもしますが、最初に表を作成する時間はその後表を運用していく期間に比べれば短いはずですので、少し手間をかけてでもその後の運用が楽になる表を作ってみるのはいかがでしょうか。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。高評価やコメント、SNS でのシェアなどしていただけますと、とても嬉しいです。